スタート。えー、監督、太田です。えー、っとね、もうだいぶ昔の話になります。あま朝日の当たり絵っていう、えー、僕が1900じゃない、2013年に、えー、原発事故から2年後に撮った、えー、原発事故の映画ですあ。もう何回も言いますけれども、当時原発事故を映画にしたら二度と えー、将業映画は撮れないって言われて周りからもいっぱい止められても絶対そんなのお前はねそういうかいい女の子が出ているねそういう青春映画を撮ってればいいんだって言われたのに、まあ、撮っちゃった作品なんですけれども、えーまあ、山本郎さんが出てくれて石田一生さんとかでもうかなり話題になってヒットもしたんですけれどもでその時の話で、えーまあ、ある場所でこう僕が舞台挨拶をすることになってで出かけてったんですよ。 でするとあの、まあ、映画祭映画祭みたいないろんな映画を上映するところのイベントにして行ったんですよだから、えー、こ,のこの映画を見ようっていう人じゃなくても、まあ、いろんな人たちが来てるんですよねでその中のこう、まあえー、2人組が <laughs> 寄ってきて「えー、っ太田監督ですか?」とか言うからあの、まあ、よくは知らないけれども、まあ、今回上映される朝日のあたりへの監督だなっていうのは知っていたみたいで、えー、声かけてきたんですよ。 でそしたらその人ですがねあのあの「いややっぱりねこういうね原発の映画なんかとの、ね、とこの撮るっていうのはもう大変なことですよね」とかって言ってで言ってくれるんだけどなんとなくその応援しているとか共感してるってことじゃなくてなんか探りを入れてるような感じがしたんですよ。 でやってもう、ね、僕も,もう本当にやあの、えー、芸人みたいな感覚ですから「いやもうそうなんですよ大変だったんですよ」ってもう,もう,うと今からね下手したら、ね、東京湾ねコンクリート図面で沈めてる売られてるかもしれないですよとかってなんかいろいろ言ってたんですよそしたら「いやこういう映画こそね、えー、やっぱシネコんでね上映するべきですよね」とかって言うて「おっ?」思って「いや上映されてますよシねこんであのあの えー、愛知県を中心とする九州とか、えー、あちこちに、えっ、ー、とある、あの、静岡県にもあるのかな、えー、そういうシネコンで上映されてますよって言ってますよって言ってましたら、えって顔して。だから、その人、何を言おうとしたかって言ったら、あの、まあ、通常そういう、まあ、マニアックなっていうか、マイナーな作品、ちょっと危なめの作品っていうのは、ミニシアターではね、上映するんですよね。で、まあ、全国大きな都市に上がってで、そういうところで上映するけど、なかなか、東シーマーとか、ムービックスとかっていうところではやってくれない。 えーまあ、ああいう地味なドキュメンタリーとかねあの、まあ、最近僕がいろいろ話してるようなあの社会に切り込むような作品っていうのはなかなかやってくれないだけどそこのね僕のやってくれたチェーンっていうのはあの、まあ、その当時はねそういう作品もやろうっていう心になるところででもね 12部屋くらいある大きなシネコンでで、まあ、舞台あすでも何か行きましたけれどもでそういうのされてるんだけどまあ、その人ご存じなくてで当然これはシネコンではできなかったんだろうミニシアでしかかからない作品なんだって頭があったと思うんですよでそこで「いやいやかかってますよ」って言って「であ,あいつでもあそこでもね九州でやりましたよ」ってそこで。 でもうそういうふうに、えー、かけるべきですよねっていうぐらいだからかかってないと思ったから「あそうですかそれはよかった」っていうかとを思ったらなんか残念そうにさんだかかってんだっていうふうな顔するんですよね「あれおかしいなこの人たち何なんだろう」って言ってそ、えー、したら「えー、あの監督はいつもこんな社会犯作に撮ってるんですか?」とかって言うから「あれはこの人たちあの僕のことを知っていてあれが太田だ監督の太田だと思って」 来ているんだけど僕のことはやっぱよく知らないんだろうなっていう感じがしたんですよね。で、まあ、最初もそう言いましたけれどもでも、えー、朝日のことはままあのー、情報をかじった感じはしたんで,でおまけにその、まあ、映画祭のパンフレットを見ればね監督こういうの撮ってますとか紹介とかもねいろんな監督がその映画祭に呼ばれてくるんで載っているのにそれも見ていないんですよね。見ていないから知らないわけですから。 だいやいや、あの、いつもはり社会派じゃなくて、も今回初めてで、いつも政治映よですかって言ったら、余計なんか困惑してたようして、まあこれはね、誰が聞いても困惑しますけれども、で、なんか、そうですか、どうもとかって言ってね、言って、えー、な何だったんだと思ってね、で、上映の後に、 あのまあ、また例によってあの、まあ、舞台挨拶終わったら出てきて「ありがとうございました」とか出口でねこうお客の送り出し,してるとまたその二人組が寄ってきてで実はですね監督あの僕もすでに朝日のあたりに見てたんですよって言ってでふーんと思って「あれなんで見てたのになんかさっきは、まあ、見てないような、えー、それでこういう映画はやっぱしねこんでやるべきだみたいなことを言いながら僕のことはよく知らないという、うん、でも朝日知っていたってことは見てたんですよね。 か疑問点があったんでしょうねそれをこう監督に確かめたくて、えー、まあ声かけてきたんだけどまあまあ聞き出せずにっていうかあの話が言うこと言うこと全部ねなんかあのあのちゃぶ台返しみたいになってしまってね死ぬことやるべきですよねって「あそうですよ、ね、やってほしいですよね」って言くるかと思ったら「あれよやってますよ」とか言われて「あれ?」みたいな感じでね何かねこうという感じでで再チャレンジしてきたんですよ。 で、実は見てるんですよって言うから、おう、そうか、そうか、けどなんか言いたいことがあって、もう一回、スカンドチャレンジ来たんだなと思って。で、ね、僕2回目、今回も見,見せてもらいましたけど、やっぱこの映画好きになれないんですよねって言って、そ <laughs> れだから、もともとなんか気に食わないことがあったんでしょうね。で、一言言ってやろうっていうね。で、いろいろ聞くとね、その人なんか、そのそこの、まあ、あ,のまあ地,方地方だったんですけど、地方の、えー、なんか、地方紙の記者かなんからしいんですよ。 だからまあ新聞記者さんっていうのはやっぱりまっすぐに物を見ずにちょっと斜めから見たりすることでやっぱりそのえ本質を見スれるみたいなやっぱり見方をするし言われたことそのまま「ああそうですか」っていうんじゃなくて必ず裏取りするし何かあるんじゃないかなみたいなことをえあの考えたりする職業ですからあのまあそういうふうに疑ってねくることがまあ当然だと思うんですけど。 でもそこでね、好きじゃないんですよねって言ってくる新聞記者って自分の趣味言わないんですよ。例えば、僕はこれおかしいと思いますとかね、言わずに、こういうね、ちょっとあの違うんじゃないかっていう声もありますよねっていう言い方して、あの議論にならないようにするんですよ。 でつまりその客観的なそういうふうな意見に対してどう言うかっていう。でね、そう自分にね、記者自身に、いや、お前何言ってんの分かってねえなとかって言われてしまっても、こう、なんていうかな、個人的な意見のぶつかり合いになってしまうんで、その、そういう声に対してどう思いますかっていうことを、やっぱり客観的に聞きたいっていうふうなところから、そういう言い方するんですけど、彼は、あの僕は好きになれなかった、あの2回見ましたけど好きになれ、やっぱり好きになれないんですよねって言って、自分の意見をぶつけてきたんですよ。だか,らなんか記者らしくないなと思ってる。 質問を始めたんですよ例えば、えーまあ、この映画の中ではあの2回目の原発事故、まあ、福島があってっていう設定にしてあるんですよね。でいの2回目の原発事故なのにみんなそんなに慌てないっていうのはちょっとそれおかしくないですかとかっていうつまりなんか見ていていろいろ疑問を感じたおかしいんじゃないかってことがたくさんあったんでしょうね。 で、当時2013年だから公、公開でしたから、まあ、原発事故のまたちょっと恐怖がまた残ってくるので。今はもうね、みんな完全に忘れて終わったと思ってますけれども、コロナだったんで、で、彼はその記者さんはそう思ったっていう。でもね、そうじゃないんだな、これが、黒林君あの当時もね、原発事故に関して、あのー、すごく真面目に取り組んでいる人たちやデモに行く人たちもいたし、関心持って調べる人たちもいた。ね。 で山太郎さんもそんなことを叫んでいたし小出先生もねそれぞれ上書を発信してたしっていうことがあったけれども本当にね他人事って人も多かったんですよだから例えば、うん、僕はそれで上位会で日本中回りましたけれども、えー、例えば新潟新潟行った時にでも、えー、新潟はあの当時泉田知事で,で絶対あのー あのカリアは再稼働させないって言って頑張ってた頃ですよね。で、その時に、えー、その地区からちょっと離れた、えー、どれぐらいかな？あのー、まあ、30キロ以上離れたところにある。 まあ、大きな町があるんですけど。で、そこで、あの、町で、町で、あなんかそういう、あの、チラシ、配 <laughs> その、あの、え、映画館上へのチラシ配に回ってたんですよ、僕。あの、監督ですけど、ちょっとチラシ、あの、お店行ってね、チラシやってもらえませんかとかって言って、なんか、なんかあれですよ、令和新選組みたいですよね。言ってたんですよ。で、山太郎さんも自分でポスター入りに行きますからね。まあ、なんか、似たようなことしてたんですよ。で、まあ、その当時、太郎さんはまだあれだったかな。まだ、あの、立候補してなかったかと思うんですけど、 えー、行った時に「あのー、あそうよ」おばちゃんがね「いやそうようちのねあのまずまずの宿先にねリア原発があってねもう柏崎刈谷原発ですけどねあっでもたあのねあの近所に住んでる人たち本当大変なのよ」って言うけど「いやいやおばちゃん違いますよあなたもここ3 0キロしか離れてないから事故ったらここももう県内ですから」って言うのに「いや全然ねあの人たち大変よね」って言うんですよ。 で知り合いの和歌山県の知り合いなんかは、和歌山も遠いし、和歌山県は、ね、原発ないです、昔作ろうとして反対運動があったけど、できなかったって街でなんだけれども、やっぱりかなりね、もう福島から離れてるからで、そこのすごい真面目なあの友人ですよ、それでもね、いや、福島ってそんなに大変だったんですかとかっていう、だからなんかもう収束したし、まあ、ちょっと、ね、爆発はしたけれども、まあ、死者も出てないし、大丈夫だったみたいな感覚なんですよ。 だから特に興味持って調べないとあの当時でもほとんどの人が「あ,のあれは大したことなかったんだ大丈夫なんだ、えー、問題なかったんだもう収束したんだ」ぐらいの気分っていうのはマスコミがやっぱりしっかり報道しないことと、えー、やっぱり政府やね東電がやっぱりそういう情報を抑えて回った。 っていうでマスコミもやっぱり東電ってもう大スポンサーですからね年間何百億円も、えー、CM をもらってたとこで電気は大切にねとかねあやってたところですからあ,のあんまりやっぱ悪く言えないあんまりというかもうとっても悪く言えないみたいなでまあ事故当時はいろいろ言ってましたけどだんだんもうね下火になってきて言わなくなってきてっていうねいうことがあったりしたんでやっぱりそれその効果で多くの人が関心持ってない人はもう大したことなかったんだよかったねチェルト・ブーイング あだからそうそう、お店、お店で、で、い,いつもまあお話しする、そこでマスターのね、まあチェルノブイリにならなくてよかったよねって言うから、いや、チェルノブイリはるかに超えたね、セシウムが出てるんですよってね、よっぽどもう説明しようかと思ったら、ね、ねまたなんかこのこいちちょっとおかしいんじゃないかと思われるね思わなかったんですけれども、みたいな、ああ、やっぱり伝わってないんだ、わかってない人が多いんだっていう状況だったんで、だから映画の中でも、えー、まあ、並木白さん、扮するお父さんなんかが、あの、 まあ、あ福島は大したことなくてよかったしなとかっていうセリフを言わしてるんですよ。本当そういうい感覚なんですよでそうなのに、えーまあ、その記者さんはよく知ってたんでしょうね。だから一般の人がこんなふ、えー、うに原発事故だってでその今回2回目ですかって言たらもう飛び上がって「もう避難だ!」っていうのに「お父さんは避難する必要ない」テレビが言ってねえだろう大丈夫だ」って言ってるだろうとかっていうシーンがあるんですけれども。 まあ本当はそういう感覚なんだけど彼は自分がよく調べて勉強しているからそんなはずはないリアリティないんですよこの映画はってみんな飛んで逃げますよ原発事故この間大変だったんだからみたいなのにあなたはそれを分かってないってことを言いたいんですよでも今言ったようにいや,いや分かってないのはあなたの方で一般の人ってほとんど分かってないっていうねいうことを描いてだから2回目起こった時も同じような反応で、えー、結局うんテレビが言ってないから大丈夫なんだみたいな人が 多分たくさん出るだろうという予測のもとに、まあ、作ってるし、まああのー、そういう話なんですよだからそれがねそのズレがわからないだから、ね、よ,くよくあるのが原発詳しい人と詳しくない人がよくこうぶつかったりなんか考えすぎじゃないのとか言うけれども事故のひどさっていうのは一般で言われてる以上本当にひどいシェルブオイル氷慮ものなんですよだからそれを普通の人が見たらおかしいんじゃないのだ大したことなかったじゃんと思うしでこっちの方から見たらお前ら何で分かってないんだっていうのと同時に ある種の人々は自分たちと同じぐらいみんな分かって怯えているはずだ原発はやっぱりいけないんだだからデモに行ってみんな原発反対って言ってる人もこんなにたくさんいるんだからもう日本を全員みんなそれ分かってるはずだっていうふうな錯覚に陥ることがあるんですよ。でやっぱり一部の人たちなんですよねあの,あの当時デモ。 だからあの、ね、官邸前に反対でも行くって言ったら、ちょっとなんかおか,しおかしいっていうか、ちょっと、ね、この人たちなんか、なんか危ない人たちみたいにね、見られたりって、そんなことはみんな思いのある人たちがね、もう子どもたちのためにやっぱり原発意味がないんだ、危険なんだということを訴えに行っているのに、それもわからないで、もうその電力会社の選定や政府の候補に、ね、載せられてしまって、もう大丈夫ですよみたいな、でその後またね、オリンピックたに、アンダーコントロールとかって嘘ばっかり言って、全然コントロールされてない。だだってだにその ロボットを作って、中でそのデブリっていう、あのもう焼け落ちた、溶け落ちた燃料を取りに行こうとすると、途中でもそ行くまでにロボットがもう放射線でやられてしまうっていう状況で、結局、何にも未だに処理できてないんですよね。っていうことをえ知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないっていうのが出てきて、でその人が、えー、その記者さんが、やっぱりそれ気づいてないんですよね、やっぱり、もう自分、多分、会社の人たちもみんな、すごくよく分かってる人たち ででそそれを僕にぶつけてくるんんすよそれはそんなはずはないであとい,いろいろ聞いたって質問されたんですけど、ね、全部的外れなんですよだからその世界にはまってしまっていて、えー、そうじゃないああじゃないとかっていうでそれだけではなくあのー、まあ何て言うのかな、あのー 重箱の住みつつきみたいなことを言い出して、で、気がすいたとき、なんかこの人、その、えー、正確なその、社会状況が描き出せていないとか、いやの原発事故に対する知識が、えー、不勉強だみたいなことを言いたいんじゃないなと思ったんですよ。 でその言い方からしてで、まあ、最初はわざと褒めてね「えー、コンビニコンビニじゃねいかコンビニ調子 <laughs> べきですよね」とか言いながら「<laughs> やってますよ」って言った時「<laughs> えやってんだ」っていうあのつまりその人は好きになれない映画だからそんなコ,コンビニじゃないのあの「しねこんでやるほどの映画じゃない」っていう思いがあるわけなんですよね。で結局 あのー、いろいろ質問するとかも、全部それを難して、いや、そうじゃ、こう、そうじゃないかって、もう、何、何も、なんか、何や、何だか、空手で言うとがやってくる、全部、全部、こう、あれ返して、で、とりゃあ、どうや、一本みたいな、なって、したんだけど、あのー、なんか、何言っても、こう、じゃあ次の質問ですけど、っていうこで、定席いくんですよで。何だろうと思って、で、まあ、最終的にまあ感じたのは、あのー、 地方の新聞で、なかなか自分たちのことをやっぱり地方,地方の新聞って結構そういうこと、あのメジャーして書けないことを書けたりはするんですけれども、やっぱりいろいろ制約があって、で自分も原発のことを考えてやって、やっぱり危険性を訴えてるのになかなか読者がやっぱりそれを支持してくれなかったり、あるいは上の人間が書かせてくれなかったりっていう、なんかいろいろ辛い思いがやっぱり終わりだと思うんです、そういう地方紙の記者さんでも。 で、その時にね、こう、絶対不可能と言われた、あの、もう、ね、あの、二度と商業映画が撮れないっていう映画を撮ってしまったバカがいて、で、それが評価されて、その人の住んでる街にやってきて上映されてっていうのが、多分ちょっとね、鬱陶しかったんでしょうね。俺たちはね、やっぱり俺マスコミの一員として頑張ってやってるのに、なんであんな奴が支配されてトークショーまで済んだよっていうところで、なんか嫌味言いたかった。 だからあの死ぬことやるべきですよねとか言いながら、所詮ミニシアターでしかできないんだよ、こんな映画はっていう思いがあったんだと。だからそう言ったら、いやいや、やってましもうねあの、九州でも <laughs> 静岡でもあいつとか言ったんで、<laughs> えって言って、で、あのー、静岡社会はやってるんですかって、よく知らないわけで。だから知らないけど こ,こいつ許せないなって。で、聞いたら社会派いつも社会派やってるのに、まだしも、青春映画やってるって聞いて。青春映画やってるやつからね、俺たちずっと社会派、社会派だし、新聞でね、それ社会に対して訴えてきたのに、んな娯楽映画撮っているやつがいきなりやってきて、何偉そうに撮ってんだっていう、余計ムカついたんでしょうね <laughs>。っていうことがあって、だからこれちょっとね、あの、中爆の隅で、中爆の隅とまだ、もうちょっと問題点をね、教えてやろうって言ってきたんだけど、もう全部また外れで、っていうね、あのー、だからやっぱその世界にもうどっぷり疲れ込み 過ぎていて、それとやっぱりそのそんながそれを叩かれている。やっぱり周りの人が叩かれたり、あのほど充電ほんとできなかったって。恨みを僕にぶつけたかったんだろうな。悔しくてっていうことかと思ってね。だからうん。あの水俣水俣の映画やった時でも。 そうでしたけれどもあのー、あの絵のをよ,よくやってると思うんですけどすごく頑張ってると思うしああいうことに着目したことでもそうジョニー・ディップがやったからあそこまでアピールしたわけであれはあそこがおかしいここがおかしいとか書いても訴えてやろうとか言ってる人もいていやそれ違うでしょうっていうねむしろそれを利用してあれであった水俣っていうのはやっぱりもう一回見直そう私たちはこういうことを活動してますこういうことを伝えてますっていうふうにすればいいのに戦争に関しても沖縄戦の時もそうでした沖縄戦の映画も作りましたけどドキュメンタリーねした時にあ それをこう、あのーまあ、初心者向けっていうかもう一般の人は全然知らない人のために作った映画なのに、えー、なんかあの切り込みが足りないとか基地問題に切り込んでないとかさいやそういう話じゃないですから。って それはまたそれ、そういう人たちがやればいいんだしまた次、そういう話企画が出てきた時に次の段階でやっていけばいいのにそれないものだってでも、そういう人たちを見ていくとなんかそういう活動をやっていて自分たちにスポットが当たってないからとか、まあ、映画やるといろいろスポットが当たりますからねあのメディア的にねで、そういう人たちがやっぱ頑張ってやってきたのがやっぱりこう認められない評価されないなんかバッシングされたりする悔しいだからそれで こう注目されて、が叩いてやろうっていうね。まあ、どのね、そういう問題でも、皆さん本当は真剣に、そういう社会問題、そういうこういう問題、さあと思ってる人たちなんですよ。決して悪意はないんです。ないんだけど、あまりにも叩かれたり、認められなかったりすることがあるんで、同じことをや、後でやり始めた人。ああ、だからあれもそうですね。あの、昔はチェルネムウィーから原発反対している人たちが、福島以降に反対してた人たちを、今更何だお前たちは勉強不足だとか、もう、おじさん、や間、じいさんたちが、若い人説教して、ああ、もう、じゃあ原発もやめた。 僕もそういうお,おじいさんに説教されたことありますけれどもいや僕に説教せずにそういう若いやつだけ逆におだててや「君たやけみだちが頑張りたまえ」って言っておだててもっとね原発問題を考えるようになったらいいのにそれを批判して興味をなくすよううことししてしまうだから、まあ、そうじゃない人たちもいるんだけれどもやっぱり長らくそういう問題と取り組んでいる人としてどうしても心は傷つくし歪むしそうした時に次世代を踏みつけることがね やっぱよよよくあるるうな気がすすんですよね結局何にもならない自分たちで仲間同士で首絞めてるようなもんですからねだからやっぱりあの福島原発が出てきて官邸まで声を上げて人たちっていうのをいろんな人も見ましたけどあのいろんな人をお会いして特徴に来てもらったけどやっぱりみんな本当素晴らしい思いあって別にお金もらってねやってるあのどっかの局の,あの熱度テロップ事件じゃないですから本当そういう思いで言ってる人たちがいてやっているのにそれをね えー、もうじいさんたちが、うん、なんか批判して目立ちたいだけだとかさ「いや!」って話してないだろあんたらっていうねいうふうなことをね話したこともあってでまあ他人事ではなく僕がなんかやった沖縄戦手しても朝日奈でしてもねっていうふうな人がやっぱりいて、まあ、ごく一部なんですよ、まあ、ほとんどの人はやっぱりそれをすごく賛同してくれたり応援してくれたりはしているんですけれどもなんかねあのそこのそういう部分本来思いのある人たちなんでねそういう人がゆがんで そういう同じ仲間を攻撃して、なんか自分たちの傷ついた心を癒そうとしているっていうのがね、悲しいなと思いますね。はい、ちょっとまたこんな話も考えていきます。